当店のオーナー枝光です。助手を務めます緑です。刑事の高野と申します。お見知りおきを。このレストランはお客様の好みに合わせた最高のシェフの食事とちょっと愉快な絵画をお楽しみいただけるレストラン。この人と私どっちが綺麗ってで、なんて言ったんですか。こっちに決まってんじゃん、受けれアウト。どうしてなの。いや、どっちだ、どっちだ、どっちだ、やめてください、どっちだ、寄られてください、どっちだ。一個提案があります。水の中に生える木。素敵な絵ですね。そして何とも言えない怖さがある。よく聞く話じゃなくなってきましたね。奥さんは自殺ではなく檜山武氏が殺したのではないかと。奥様は本当に自殺なんでしょうかと。自殺だ、うん、いろいろなルーマーの中に自殺じゃないと言ってる人がいて。知ってる。そのうちの一人が檜山さんのよく知っている方です。ノットカスタマー、お客じゃないんです。何のご用でしょう。刑事の高野と申します。帰ってもらえますか。ちょっとだけお話を聞きたくて。 Just a little。 で、タカちゃんは自殺か他殺かどちらだと。個人的な感では Difficult to attach。 こう落ち着けげたい。だから日本語で言って。そして光さんよくわかるな。どうも、はじめまして。私が枝光です。宮間翼です。緑がいつもお世話になってるそうで。もうはいはい、もう分かったからもういいよ。許してくれた。よかったです。タカちゃんと緑くんの頭だけ撫でたでしょ。そうでしたっけ。ずるい。なんで僕の頭だけ撫でてくれないのかな。無意識です。僕だけ YMCA、 つまりヤングマンじゃないからですか。だから無意識だって言ってんの。後ろにキューピッドがいることが分かったんだから。キューピッド。キューピッドということはこの恋を応援してくれるってことだ。ハッピーアンド。ふざけないでください。謝ってください。どうもすいません。タバコを吸わないで。タバコじゃないです、葉巻です。もっと悪いですよ。あ、どうもすいませんでした。だからタバコを吸わないでください。タバコじゃないです、トンボです。トンボですか。捕まえたやつ。どうもすいませんでした。タバコを吸わないでください。タバコじゃないです、ポテトです。ポテトですか。やめてください。ツバタンとチューしたんて。チューしたんて。あ、それはするだ。チューしたんて。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 あー、羨ましいな。唇柔らかそうだしな。そんなこと言われたって僕は止まらないよ。えなりくん、どこも何ですか。父さん、父さんなの。あ、そうだ。トタカン、トタカン。父さん、おう、なんだ。僕の声は止められないよ。止めねえよ、誰も止められないよ。そしてこれは永遠に続くよ。どうもすいませんでした。タバコを吸わないで腹立つな。タバコじゃないです、オッケーです。いい加減にしろ。まあ俺も彼女もアートが好きという共通点が大きかったな、うん、趣味が合うって大事だもんね。いいな、そういうラブどこにあるのかな。えなりはいいよ、もうここでお会いしてみませんか。誰と。あ、翼さんです。もちろん先方が OK すればですが。そうすればきっと絵の下にある本当の絵が見えてくるはずです。美希さんと上田は付き合っていた。だけど檜山さんから好意を持たれて。そっちの方が自分の人生にメリットがあると思ってそっちをチョイス。檜山さんと結婚することを決めた。だけど結婚した後も二人はずっと付き合い続けていたんです。動物の中で自殺ができるのはほぼ人間だけだと言われています。神は人間に自分の命を殺める能力を持たせた。つまり人間は命の選択ができる。当店のオーナー枝光です。助手を務めます緑です。刑事の高野と申します。お見知りおきを。今日のお客様はこちら。どういうことだ。何なの、緑教えて。なんでこんなもんで繋がれてるんだ。どういうつもりだ。お二人は当店のお客様に選ばれたんです。光栄なことです。なぜそんな必要がある。なんで中継なんてするんですか。真実があらわになり、ここでしか見ることができない人間の姿を描くんです。